飯だ飯だ。今回いただくのはエースコックのスーパーカップ 1.5 倍豚キムチです。大きいスーパーカップといえば豚キムチというぐらいロングセラーですよね。ラーメンに豚キムチという組み合わせが革命なのです。確かに普通のラーメンではあんまり見ないですよね。こんなに大きいのに3分でできるのも不思議だよね。20年以上前のこだわりカップラーメンは無駄に時間かかりましたよね。このシリーズはこだわりの対極ですけどね。普通に失礼ですよ。お腹いっぱい美味しく食べられるのは最高のメリットなのです。サイズの割にこのぐらいのカロリーですしね。ちょっと油分たっぷりの菓子パンのがカロリーの塊だからね。両方食べたらやばいですね。火薬はすでに入っていて、粉末スープと豚キムオイルが小袋です。オイルってところがジャンキーですね。お腹が空いてやばいです。フリーズドライのキムチって正直このカップラーメンでしか見たことがないですね。単品で売ると意外と需要がありそうだけどね。さすがに粉末スープも大量ですね。キムチを取り除けば普通のスーパーカップの味わいになるんでしょうかね。さすがにちゃんと調整されてるとは思いますけどね。スープがラーメンの8割を決めるのです。ということで完成したよ。しっかりと歯ごたえのある麺は適度に粉っぽさがあり、喉越しよく食べ応えがありますが、スープと絡みにくいバランスの割に濃すぎるほどスープは濃厚ですね。キムチの酸味とポークエキスの旨味で豚キムチが完璧に再現されてますし、良い意味でジャンキーで最高なのです。具のキムチはたっぷり入ってますし、箸休めにも最適ですが、全体的にピリ辛さはあれど辛いというほどではないですね。濃さと量の割に焼肉くペロッと食べられてしまうのは恐ろしいというか、完成度が高いですね。ロングセラーなのも納得の味わいでしたね。ということでごちそうさまだね。世界に飯がある限り僕たちは食べ続けるのです。よろしければチャンネル登録お願いします。ごちそうさまです。またね。